ックは3を積み上げて勝ち点が8となりました。それでは大熱戦となりました今日のゲームをハイライトで振り返ります。去年のプレーオフファイナルと同じカードになりました日本生命レッドエルフと木下アビエル神奈川。開幕戦では木下が 3-2 で勝ちました。第1マッチはダブルスです。日本生命レッドエルフはシンガポール代表のユモンユとそしてチャイニーズタイペイのチェンズーユ、一方の木下アビエル神奈川は森園瑞希とこちらもシンガポール代表のゼンジャンでした。初めてのペアだったと思うんですが日本生命ペアですね、非常にいいペアリングだったと思いますね。コース取りが良かったと思います。はい、2対0で日本生命のペアが勝ちました。第2マッチからはシングルスです。日本生命レッドエルフは森さくら、木下アビエル神奈川はエースの石川佳純でした。第1ゲームは11対2で森が取りましたね。はい、そうですね、森選手の戦術ですね、大きく揺さぶる戦術が非常に良かったですね。石川選手は思うようなプレーができなかったですけれども、苦しいながらもですね、2ゲーム目3ゲーム目逆転勝ちをしてですね、勝つことができましたので、やはり自分のプレーだけではなく相手をミスさせてですね、点数を取る、まあ、非常に素晴らしい試合をしてくれましたね。はい、第2ゲームがバンフォーからのタイムアウト、第3ゲームはフォーシックスからのタイムアウト、明けに逆転勝利しました。ゲームカウントは3対1、これでマッチカウントは1対1になります。そして第3マッチのこのユモンユとゼンジャンのシンガポール代表対決、これもものすごい試合でした。そうですね、世界トップレベルの試合を見せてくれましたね。シンガポール対選手対決ということでですね、手の内が分かっている中ですね、ユーモユ選手もデンダー選手も自分の持ち味を出してくれました。その中で最後の最後ですね、ユーモユ選手が強気なプレーですね、ミドルに攻められているのを分かってファイナルゲームですね、しっかりと攻撃をすることができました。デンダー選手も非常にアグレッシブなプレーを見せてくれることができましたね。はい、ゲームオールなんと16対14で日本生命のユモンユが勝ちました。そして第4マッチに突入します。第4マッチは昨シーズンの MVP 早田ひな、そして木下は浜本という対戦でした。浜本選手の入り方は非常に良かったですね、はい、自分のサービスからの点数積み重ねることができましたね。途中からやはり早田選手がですね、足が動いてですね、フォアドライブバックドライブパワー炸裂してですね、浜本選手非常に苦しい展開になりました。サービス、早田選手のサービスも分からなくてですね、非常に苦しかったですけれども、やはりなんといっても第4ゲーム目の3-9からでしたね。大逆転勝ち、早田選手は何が起こっているのかよく分からなかったとコメントありましたけれども、本当にですね、浜本選手ですね、劣勢の中ですね、苦しかったですけれども勝つことができて非常に大きかったですね、この一勝は、はい、ゲームカウント3対2で浜本が勝ってマッチカウント2対2ビクトリーマッチに突入します。早田対石川という開幕戦と同じカードになりました。序盤は石川選手がですね、早田選手のサービスに対して回り込みのドライブですね、しっかりと足動けて非常に良かったですけれども、最後は早田選手のサービスに対して苦しみましたね。はい、11対7で日本生命の早田が勝って